大岡忠光は、江戸時代中期の旗本、大名。江戸幕府の小川御用人、若年寄を務め、第九代将軍、徳川家重の側近として活躍した。カ坂津浦藩主、武蔵岩月藩初代藩主。三百国の旗本、大岡忠都の長男で、大岡忠房や四代当主。同時代に、江戸南町奉行として活躍した、大岡忠助とは、 共に、大岡忠義の子孫にあたる関係であり、個人的にも信仰があった。教法7年に、第8代将軍、徳川吉宗に、おまみする。教法9年8月に、将軍聖子家中の故障となり、江戸城二の丸へ詰める。翌年には、西の丸へ詰め、以後家重に側近として仕える。教法12年15位した、出雲守に助任。教法18年、 800国の地方治行取りとなる。延長2年の家主家の将軍就任以後、家主家の幼い頃から禁じしていた忠光は、不明瞭な家主家の言葉を唯一理解できたため、信頼が厚く、その側近として異例の出世を遂げた。法歴元年に、上佐勝浦藩一万国の大名に取り立てられ、同4年に奥県体の若年寄りに昇進し、五千国を活動された。 同六年には、吉宗時代に廃止されていた側用人に就任して、十四下に上り、さらに五千国を加造され、合計二万国を得て、武蔵岩月藩主に封じられた。日付イコール旧暦法名、徳、松陰伝義三天中大古寺。墓所、埼玉県埼玉市岩月区日の出町の玉峰山、龍門寺。将軍の言葉を意のままに伝えることができたにもかかわらず、 決して思うことや学生に口を挟むようなこともなかったという。当園で同じく旗本から大名へ出世した大岡忠助けに身のあり方などを聞いていたという。当時の忠光を知る逸話として、当時オランダ小官庁をしていたイサークティチングが、忠光のことを著書、将軍列伝の中で次のように書いている。家重は、 大岡も守るという真実の友を持っていた。大岡も守るは誠に、寛大な人物で他人の過失も咎めなかった。あらゆる点で、大岡は上に上げた、吉宗を気に入りの三人の家来をお手本にしていた。それで、その死後、大岡について、次のような歌ができたのである。大方は、出雲の他に神話しその意味は、要するに、 出雲のような神はない云々ということであるが、読み人は、出雲の立派な性質のすべてについて言うことは、悲壮なことであると付け加えている。我々は皆、そのことを、よく見て知っていると言い、また、そして、涙を流して、彼の思い出に感謝を捧げるのだとも言っている。イサークティチング、将軍列伝幕府の要人に対しても忌憚なき、庶民の生の声が知ることのできる川柳では、 白川の世紀に、魚の住み兼ねで、元の濁りの田沼小比識と世間で歌われた松平定信のように幕政などへの批判が少なくないが、この区から忠光が民衆に好意を持たれていたことが非常によくわかる。また、この区の作者の忠光に対しての尊敬と感謝の思いは読み手にも伝わってくる。ありがとうございます。